こんにちは今回も緑の服でお送りしていますゆうてら日本史担当の相澤です。はいということで前回前,前回はこの「緑の服」で大化の改新について見てきたということだったわけですよね。ということでその前の3回と合わせると6世世紀紀末から7世紀初めの飛鳥の朝廷水町ですよねそして7世紀半ば大化の改新と進んできましたのでまあここで一旦ね おさらいというか復習ということで問題演習をやってみたいと思います。えっ、ー、と今回はえっ、ー、と早稲田の問題ですね。えっ、ー、と4題の U です。早稲田の問題、そして共通テストの問題2題ということで計3問用意してますね。まあ,あの当然ここまでの知識ということもありますけども、それだけじゃなくってじゃあ実際整合問題に対処するときに どうやって解くのかとか、どうやって正語を判定するのかとか、まあちょっとそういうところにもこだわって解説をしていきたいと思いますので、まあそういうところも見ながらね、はい、特にもうみんな共通テストが受けると思いますから、ちょっと解き方、正語問題のね、あの、正語の判定の仕方なんていうところにも注目しながら見てください。はい、では1問目から行きましょう。はい、えっと、1問目は早稲田大学の社会科学部の問題ですね。 推古、えー、天皇に関する記述として適切なものを2つ選べということです。でまあこのね 二つ選べっていうのが、早稲田の生誤問題の一つの特色だったりするわけだよね。社学だったり、小学部だったり、法学部だったりで、5つ6つ選択肢があって、正しいものを二つ選ぶとか、誤っているものを二つ選べっていうことで、まあ、これはかなり正確な知識がないと、二つ選べないって言ったね、まあ、かなり難しさがあったんですが、あの、実は今年ですね、2023年の問題を見ていると、実はね、この二つ選べ問題っていうのが、各学部とも 大幅に減っています,大幅に減ってます何があったのかはちょっと分かりませんけれども早稲田も少しずつ傾向を変えてきてるのではないかもしれませんね。ないかもしれません。としてもね、まあ、この2つ選べって言った時に、まあ、この2つ選ぶ問題の方がその正誤問題を解くって言った時のそういったところがよく分かると思いますのでじゃあ1つ目中国との外交を再開した倭国の王君が隋の煬帝から作法を受けなかった。 遣隋使の話ですよね。そして遣隋使と言ったらば、えっ、ー、と、非譲るところの天使、小、非没するところの天使にいたす継がなきや否や云々つまり、日本の王君天皇天使、隋の皇帝も天使、同じ天使同士対等に付き合おうや。っていう形でタメ口使っちゃったっていう、作法を受けない対等な立場っていうのが何と言っても遣隋使の特徴だったわけです。ということで、隋の容体から、 作法を受けなかった。これ OK でしょうね。はい。一番 OK。はい。じゃあ、二番に行きましょう。2番随所和国伝の記録によれば、最初の遣隋使に託された国書には、東の天皇、慎みて西の皇帝、ちょっと字間違ってたから直してごめんね。西の皇帝に申すという表現が使われたということですよね。まあ、遣隋使の記録ということで言うと、ここで上がってる中国の資料、随所和国伝と、それから日本側の資料、日本書紀と、 あるっていうことになるよね。で、随所和国伝には600年に使いが使わされたって記録があるけど、日本書紀にはないなんてとこも遣隋使で話したよね。実はね、次に見る共通点はそこ聞いてますから、それは次の問題でいきたいと思いますが、この、この丸2の選択肢は随所和国伝だよね。随所和国伝だよね。 で東の天皇を慎めて西の皇帝に戻すっていうことだからまあ天皇と皇帝が対等に付き合おうやみたいな話と取れるよねでもこの時ちょっと考えてもらいたいんだけど中国の資料である随所和国伝に「天皇」って言葉が使われてるかなっていうことです。というのはこれどういうことかっていうと天皇っていうのはもうずーっと1の選択肢にあるとおりに「王君」と呼ばれていたわけだよね。で 大きめに代わって天皇という称号が使われるのはいつかって言ったらば、7世紀後半天武天皇ということになるわけです。そう、えっ、ー、とこの後の言う寺の講義でも解説していきますが、672年人参の乱に勝利した大甘の王子天武天皇として即位をする。そして天武はね。なたって自らの武力で好意を奪った。 そして対立する豪族たち蹴散らしたって話ですから、それは強大な権力を握るわけですよね。その天武が私は天皇である。そして私が支配しているこの国は日本であるということだよね。天皇という称号、日本という国号、定めたというふうに考えられているわけです。ということですから、天武天皇以降に作られた日本の歴史、日本書紀に天皇ってあるなら話はわかるけれども。 それ以前の中国の資料を随所和国殿に天皇って出てくるってことはありえないよね遣随史で渡った尾野の妹子がこれが天皇からの国書ですって渡すってことは考えられないよねだって当時は王君って言ってたんだということでこれ丸二の選択肢は随所和国殿の記録ってありますから天皇って使わないよなこういった判断が効くんじゃないかと思いますはい あの早稲田の選択肢ってどうしても知識的に知らないこともあるわけです随所は国殿の記録なんて読んだことないっていう人だという受験生の方が多いはずなんですでも天皇って使うかなそういうところで一旦立ち止まって考えてで慎重に正誤を判別するというのが実はその早稲田の早稲田だけじゃなくて正誤問題を判定する時の非常に大事なところですのでね。はい、2番番天皇罰ってことです3番憲法17条には 私に背きて公に向かうは、これ真の道なりということで、という内容であったということです。まあ、あの、私に背いて公に向かっていくということですから、大君の言うこと聞きなさいよということ。まあ、憲法17条には書いてそうな条文ですよね。書いてそうな条文ですよね。まあ、ただ、わからないときは、三角で保留にしましょう。あの、勝手に丸とか×とか決めつけるのよくないですから。 で受験生に多いのは知らないから×分からないから×ってやっちゃう受験生結構多いんだよね。自分が知ってる知らないこと知ってる知らない分かる分からないそれは生後に関係ありませんから分かんないなと思ったら保留にしといてください。まあ、かなりり丸寄りの三角だけどね 三角で保留しておきます4番「士族に対し功績に応じて世襲できる官位を与えた」ということで4番はこれ世襲できるってありますからこれもぶっちぎりでパーツだよね何だって簡易12回っていうのはねそういった豪族のその世襲性を打破しようとだから力のある個人に与えたって話ですから世襲できちゃダメですよね4番はこれぶっちぎりパーツで5番「聖徳太子の発願により奉公寺などが建立されたこれも文化史勉強していれば 方向寺って蘇我の内寺ですから蘇我の馬子が作った氏寺ですからぶっちぎりの×ということになりますよね。とやってみてやると1番は丸で 245× ですからそうなった時に3番保留にしてました丸寄りの三角ということにしておきましたけれども245が×ですから2つ選べとなった時に3番が繰り上がりで丸 ということで、二つ選べ、一、三、ということでいいでしょうか。まあ、これはあの、一つ選べって時もそうなんだけど、特に早稲田型の二つ選べって問題時には、二つとも知識で決められるっていうこと、ほとんどありません。やっぱり五つ選択肢があったら、一個わからないよ、二個わからないよっていうのがあると思います。で、その時は、あの、丸とか罰とか決めつけないっていうこと、一旦三角で保留にしましょう。で、保留にしとくと、他の選択肢との関係で、あ、 やっぱりこれ丸だったんだねとか、でも他のが丸だったからこれツだね。後から決めればいいわけですから、あの、わからないことあったら三角で保留するっていう解き方ね、あの、これ身につけてもらうと、早稲田だけじゃなくて次第の整合問題、それから共通テストの整合問題にもすごい生きてきますから、ぜひこういう解き方を身につけてくれればと思います。あの、実はこういう解き方の講義ばっかり、早稲田合格塾の日本史の講義やってますから、ぜひ受講していただけると。 本当に、早せ田方の問題に強くなりますので、ぜひ、早せ田志望の方、応募してください。と、平先生が申しております。はい。で、えー、で、問題見に行きましょう。さあ、えー、と、これが、えーと、2022年の共通テストの問題ですね。リツさんは、まあ、あの、共通テストってこういったなんか、生徒がなんか、調べ学習とか、会話形式で問題作ってるから、突然、誰やねんって名前出てきますが、リツさんっていうのがいるらしいね。リツさんは、年表の河川部 A の600年に派遣された遣使が、 日本の文献資料には記録がなく、中国の文献資料にのみ記されていることを知った。これ、前回も触れましたね。600年の検討し、検隋使、中国の文献資料にのみ記載されている。日本の資料、日本書紀には書かれていないということ。かつては、この600年の剣討というのは、だから疑問視されていたんだけれども、現在はこの600年の検討というのは、 あったんだとということで、教科書なども記述されているでまあ、あの一個僕の憶測として話をしたのは、まあ、憶測っていうか推論として話をしたのは、どうもこの600年の研修の時、まだまだ日本の政治制度っていうのは未熟で、遣隋使の使者が赤っ端字書いたから、日本書紀には載せられなかったんだ。で、この時勉強したことを元にして、えっ、ー、と、いろいろ制度を作る、簡易12回作り、えー、憲法17条作り、 そして年の妹子が検証して年がたんだなんていうような推論をしたと思いますがこの問題のまさにねその辺りのとこ聞いてんですよね。ということでこの河川部 A の遣隋使やその前後の日本の出来事について述べた文として正しいものを次の14のうちから一つ選べということです。はい1番。ことでの,のはい1番「100年以上前」というのは478年ですよね。 和王武の剣士ですよね。三鎮聖公武。和の五王がいて最後の武、えー、有略天皇に当たると考えられています。そして、この雄略天皇というのは国内の資料だと、若竹郎君って出てくるわけですね。まあ、稲荷山古墳鉄拳名だとか、え、え、え、たふな山古墳鉄道名だとかね、若竹郎君って入っている。 まあ、つまり、この若竹る大君が、日本ね、支配領域を関東地方から九州まで広げていく中、南朝の僧に長考した。そして、安東大将軍、和王という称号を賜った。これが478年の和王部の剣士。で、本当に100年以上前のことである。600年剣士だから100年以上。ということで、OK ですよね。はい。ということで、一番は OK です。次、2番。この遣隋使の時に、ドン朝が帰国して神やしえ、神や墨の 技法を伝えたということでこの鈍調というのは国力から来た都来人ですからということで遣隋史ではありませんよねこの辺りは知識でいけると思いますはい2番バツ。3番この遣隋史の派遣以前に関位十二回や憲法十七条が定められたということで今もちょっと話しましたが派遣以前ではないわけだよね6 600年の派遣ではかっぱじ書きながらいろんなことを勉強して簡易十二回憲法17条を作りましたで607年再び行きましたってことだから以前にが罰だよね。で4番この遣隋使は新しい律令の施行を中国に宣言するために派遣されたということで律令なんて作ってないですかね,作ってないですかね ちなみにこの新しい律令の施行中国に宣言するために派遣されたっていうのはこのあと702年に行われる大砲の検討士が当たるんじゃないかって考えられますはいあの701年大砲律令がつくを作って翌702年大砲の検討士っていうのを渡るっていうことですよねあの実は検討士は白隙の井の戦いのあとちょっと30年近くお休みだったんですよねだってそれは ととの連合軍にンンにやられちゃゃっったってことはなななかかいいけるもんじゃないよねでその30年の間天智天皇なりそれから天武天皇持統天皇なりが国家建設を進めてついに701年大法律令が完成をする。でよく702年大法の遣唐使ということで渡っていますから、まあえー、と新しい律令の施行中国に宣言するって言ったらこの702年の大法の遣唐使が当たる。 と考えられると思います。ちなみに、この大砲の遣唐使では、私たちは日本という国から来ました。日本という国語を宣言したということでも知られています。あのね、自分から国の名前,名前宣言しちゃう。っていうのは作法体制では考えられないからね。自分から名乗っちゃったということ。まあ、つまり遣唐使っていうのは、遣隋使の対等な立場作法を受けないんだぞ。っていうのを受け継いで。だから立令国家同士対等に付き合おうっていうことになっていったんだって。話ですよね。 はい。ということで、2、3、4× ですので、正解。1番。ということで、よいでしょうか。まあ、あの、600年の検診、あったのかなかったのかということですが、でもそこからね、結局600年の検診で赤っ端書いて、その後、パイン12回憲法17条を作った。そういった歴史の展開だよね。因果関係だよね。そういうところが理解できてると、丸3の選択肢なんかはしっかり判別ができるということになりますから。それはやはり歴史っていうのは、原因と結果。 因果関係の鎖で成り立ってるからね。そういうところをしっかり理解していくようにしてください。じゃ、あもう1問行きましょう。はい、問題3。下線部 A 古代には女性の天皇がいたというところに惹かれていて。まあ、古代あのー、7世紀8世紀女性の天皇女帝がいっぱい出たって話ですよね。ええー、と、ゆうてではその女帝と皇位継承の日本史っていうことで。 もう作ってありますから。ぜひそちらの方をご覧ください。あの推古天皇の話とか、皇極天皇の話とかも、またちょっと切り口違う形でね。話をしていますので、そちらもご覧いただけると。理解ね。大化の改新などの理解がより深まるんじゃない。 と思いますはい。で、古代には女性の天皇がいたに関連して、古代の3人の女性天皇に関して述べた次の文1から3について、古いものから年代順に正しく配列したものを下の1、6のうちから1つ選べ。ということで、古いものから年代順に正しく配列するということで、年代順の並べ替え問題というのは、センター試験でも出題されていました。で、共通テストでも受け継がれています。で、共通テストの1年目。 2021年は、この年代順の問題ってちょっと少なくなったんですが、2022年、2023年でまた戻りましたから。まあ、やっぱり年代順しっかり把握するって歴史の基本だからね。共通テとしてはこういう問題続くと思います。はい、じゃあ1行きましょうか。1、この天皇は、エミの推し活の乱を鎮圧して調査した。ということで、エミの推し活の乱の後、調査したということですから、これ、聖徳天皇ですね。もともとは後見 ですね。まあえっ、ー、と勝武天皇の娘ですが、後見一旦長えと退位した後、恵美の死活なん鎮圧して藤原の仲間呂ですよね。聖徳天皇の長宗最速位をするということです。はい。ということでこれが八世紀の半ば奈良時代ですよ。共通テストの年代中の並べ替え問題っていうのは細かな年号まで問われることはありません。その代わりに何世紀の前半か後半かそれぐらいのところでざっくりしたところでしっかり時代の 枠組み掴んでくれればいいいと思いますはい2番この天皇は隋に侵入しない形式の国書ってことでこれは遣隋使だよね遣隋使そして水戸天皇ということになりますよねこれは水戸でしょうそして水戸ですから7世紀の初めですよ3番この天皇は恵美氏が居住する東北地方へ安倍の平府を派遣したということで恵美氏政党を行ったということでこれは斎明天皇ですね でこの蔡明天皇というのは湖玉天皇が最速位をする。 ね、皇玉、中野江の王子のお母さん。大化の改新に際して、皇玉が高徳天皇に上位をする初の生前上位だったよね。でも、高徳天皇は中野江の王子と仲違いしてしまって、中野江の王子と明日香に戻ってしまって、高徳天皇、にわに一人ぼっち取り残される。高徳天皇が亡くなった後、再び斉明天皇が即位をした。 とということになりますでこの斉明天の阿部の平譜ねえみち征伐のために送っているということになるのでこれ7世紀の半ば大化の改新ということになりましてですから順番で並べ替えると231だね2番遣隋使7世紀初め3番斉明天の7世紀半ばそして1番聖徳天の8世紀半ばということになって231ですので正解4番ということでよいでしょうか。 ということで、今回は、まあ、早稲田の問題と、それから共通テストの問題を使ってね、まあ、7世紀全般の、ここまでの大和政権の展開っていうのを復習してみました。それとともに、そのね、生後問題の解き方っていうところもちょっと話をしてみました。あの、それは早稲田の問題もそうだし、それから共通テストなんかも、 単純に知識を問うているというよりかは資料を読みながらそこから因果関係を捉えて正誤を判別するといったような説くっていうことが非常に重視されている、まあ、重視されるようになっているまあセンター試験と比べても解くって面が非常に重要重視,要視されてるからねそういった意味ではあのしっかりと共通テスト問題演習積んでいくっていうことも必要ですし解き方を身につけるっていうこともね心がけてくれればいいのではないかと思います。 はい、では今回はこれでおしまいにしましょう。ええー、と、次回からはまたえっ、ー、と講義の方をきまし戻りまして、大化の改新の後、白スのノの戦い、そして人心のラインへと進んでいきたいと思います。では、今日はこれでおしまいにしましょう。お疲れ様でした。